はい、今日はオーディオマニアのお宅に来ております。また部屋に入ってみたいと思います。ちょっと入るとぐーっと見ていきますと、瞬間的ですけども、自作のスピーカーが見えまして、ちらりと見えたの、左の方に見えたのはこのスピーカーを作る作業部屋らしいです。そしてアンプもたくさんありますね。マルチシステムですのでアンプもたくさんありますけども、さらにその奥にもシステムがありまして、巨大なボールが見えますけども、全く深い意味はありません。オーディオ的に意味はなく、ただのバランスボールです。そして、アナログのシステムがありますね。じろじろと見たいと思いますけども、なかなか広い部屋です。そして、そろそろオーナーをご紹介したいと思います。ステレオシーでもおなじみ、生方三郎さんです。生方さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。